静岡市歴史巡り町話。今日は伝統工芸の駿河張下駄のお話です。東海道を行き来する人や物の流れによって各地の流行を取り入れた履物作りが盛んになった駿府。明治時代に入ると職人たちはその時代に合った下駄を作るようになり、2つの飾り下駄、駿河塗下駄と駿河張下駄が生まれました。張下駄は木目の美しい桐の板を薄く削った柾経木を下駄の表面に貼って作られ、張下駄が人気になっていくと張屋という職業も成り立つようになっていきました。戦後になると張下駄に貼る素材は増えていき、柾経木張りの技術を生かして紙の糸を材料として作られる布や和紙、竹皮などさまざまな素材を貼るようになりました。素材を貼り分ける貼り分けや、型で抜いた柄を貼る型抜きなどさまざまな技法があり、技法を駆使して個性的なデザインの張下駄が作られるようになっていきます。駿河張下駄には数限りないデザインのバリエーションがあり、履き心地の良さも特徴です。細かな細工を施した張下駄を作っているのは全国で静岡だけとされ、価値ある郷土の工芸品としてその職人が静岡市伝統工芸技術収集に指定されています。トロ遺跡の田下駄に始まったともいえる静岡の下駄作り、駿河塗下駄、駿河張下駄の工芸品としての伝統が守り続けられている一方、時代の変化に合わせた履物産業の進化も続いています。静岡市歴史巡り町話、今日のお話はこれにて。張下駄をね、いただいて履いてるんですけど、すごい綺麗なんですよ。